マリア・テレジア・ヨーゼファ・シャルロッテ・ヨハンナ・ホン・エスター・ライヒは、ザクセン王・アントンの日、トスカーナ大公・レオポルド・一世とその日、マリア・ルドビカの長女として、フィレンツェで生まれた。マリア・テレジアに始まるハプスブルク・ロートリンゲン家の、男系の孫のうち、第一女は、マリア・テレジアと命名する観光があり、先行する例に従い、マリア・テレジア・ヨーゼファ・シャルロッテ・ヨハンナと命名された。 1787年9月8日、マリア・テレジアは、ザクセン王子アントンと代理人を通じて結婚した。その後、同年10月18日に、ドレスデンで本人同士が揃っての結婚の先生が行われた。アントンは、最初の妻である、サルデーニャ王女のマリア・カロリーネと1782年に、死別していた。モーツァルトのオペラ、ドン・ジョバンニは、もともと、 1787年10月14日の二人のプラハ訪問の記念のために上演された。夫妻に検定するためのリブレットの印刷もされていたが、マリア・テレジアの叔父ヨーゼフ2世の急な命令で、フィガロの結婚に差し替えられた。フィガロの結婚は、花嫁のためにふさわしくないと、観客からみなされ、夫妻は、上演が全幕終わるまで見ることなく、早々に劇場を後にした。 モーツァルトはこの事件を取り巻く関係にひどく憤慨し、その胸を友人のゴッドフリートフォンやキーに当てた1787年に10月15日から25日の間の手紙に書き連ねている。マリア・テレジアの生涯には悲劇が相次いだ。まず彼女の4人の子がみんな溶接した。次に彼女は ザクセン王妃の身分に、義兄フリードリヒアウグスト一世が1827年5月に没してからわずか半年間しかつけなかった。最後に、ナポレオン戦争の結果として、ザクセンは領土を大幅に失ったのである。マリア・テレジアは1827年11月7日に、ライブツヒで没した。マリア・テレジアとアントンは4人の子を設けた。いずれも、ドレスデンで生まれ、 二歳までに溶接した。ありがとうございます。